困った時の神頼みか。でもご利益あったよ。この商店街を通って帰りたいんだけど、夜一人で歩いているとペタペタが出るの。ペタペタって？姿は見えないんだけど足跡があって、ペタペタって足跡がするんだよね。仮面の男に関係あるのかな。さあな。だが調べてみる価値はありそうだ。見てみろ、足跡だ。おかしい、足跡はあるのにまるで気配がない。どこに行くんだろう。とにかく追ってみよう。上かよ。何かの入り口？入っても大丈夫かな。ペタペタを追うんだ。行くしかねえだろう。入ったのはいいけど、妙なところに迷い込んだね。ペタペタはこの先に行ったみたいだ。飛ぶしかないか。このエレベーター
れを足場に使えば行けそうだ。この子に用があるみたいだね。汚れで近づけないんだろう。払ってやるか。一つになった。やっぱ自分の体に戻れた。お前ペタペタか。そう呼ばれてたみたいだけど、僕は自分の体に戻りたかっただけなんだ。あの穴に体を吸い込まれてからずっと探してた。で、やっと見つけたんだけど近づけなくて。俺もヤドカリ状態だからな。気持ちはわかるぜ。おじさんも早く戻れるといいね。助けてくれてありがとう。この穴は払って閉じておこう。ねえ、あの穴ってよく考えたらさ、僕だけ吸い込まれてたかもしれないよね。離れ離れにならなくてよかったな。気持ち悪いこと言うなよ。